はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、今回ですね、年も変わりましてですね、改めて登録してもらってる方もチャンネル登録してもらってない方にも改めて自己紹介をさせてもらおうと思います。まずタートルは母子家庭で育ちまして、一人っ子なので、二人で生活をしておりました。やはり母親一人なので、朝から晩まで働いてもらってましてですね、タートルほぼね、学校終わって夕方からはほぼ一人で、テレビ見て、食べ物とかね、作ってもらってチンして食べたり、あと冷蔵庫でね、もう目玉焼き焼いたり、そんな感じのね、小学校時代を過ごしてました。で、小学校4年ぐらいからマウンテンバイクっていうのが流行ってですね、それに没頭して、プロショップに通ってですね、ほぼ毎日自転車に乗りに行って、2、30キロぐらいですかね、山登って帰ってっていう感じで、毎日過ごしておりました。結構レースがですね、毎週あって、小学校中学校はもうほとんどテストとかね、レースに行ってたんで、受けてなくてですね、頭がね、とても悪い感じの生徒でした。で、そっからですね、高校にやっぱり内心がなかったので、頭の悪い学校って言ったらいけないですけども、勉強できないね、人が集まる学校に入りまして、タートル自身もど真面目ではなくね、めちゃめちゃ悪いわけでもなかったんですけども、やっぱそのヤンキー学校に入ると、いろんなね、ヤンキーが集まってですね、どこの学校で何人倒したぞとかね、もう何人抜きで今負けてないやつ30人ぐらい喧嘩して今ずっと負けてないぞとかね、ああいうやっぱりね、連中がいっぱいおってですね、タートルもいっぱい戦ったりはしたんですけども、年下にはね、負けたこともありまして、そっからやっぱりチームに入ってですね、バイクに乗ったりと、ああいう日々をね、高校は過ごしておりました。そこでやっぱりね、いろんな逮捕したこともされたこともあってですね、学校を辞めまして、17の夏ですね、学校辞めまして、そっから仕事を始めたんですけども、仕事を始めた地域が地元じゃない地域だったんで、することないなってこともあって、空手をね、17歳から始めて、今20年ぐらいですかね、続けております。空手もですね、意外と練習じゃ弱いんだけど本番じゃ強いっていうタイプで、出る試合大体ね、6位以内で、賞をもらって帰ってですね、結局そこから飛び級とか、試合に勝つと帯って1個上がったりするんで、そこで帯上がったりして、割と早くね、初段に行ってですね、そこから、西日本で1番とか、あとは、全日本で3位までね、実戦の空手で、結果を残していきました。そこからもう仕事が忙しくてですね、空手の試合はあんま出てないんですけども、日々ね、鍛錬を鍛えておる次第です。で、現在仕事はですね、トレーニングジムを経営をしておりまして、女性のお客さんが主なんですけども、男性もね、やっぱり何人か来まして、時間の合間にこういったね、動画を作って、皆さんの何かのね、きっかけとか、トレーニング頑張るきっかけとか、痩せたいなとか、空手始めてみようかなとか、あとはなんかね、前向きになれたとかね、いろいろそういうきっかけになってもらえたらね、いいなと思って動画を載させてもらっております。で、この2019年に入ってですね、ちょっと真面目に動画を載せようかなと、今までが真面目じゃなかったわけじゃないんだけども、いろいろね、孫正義さんの、時間すぐ経っちゃうよって言葉とか、飯島愛さんのね、幸せになる前に死んじゃうよって言葉とか、そういった言葉がね、年齢が重なるたびに心に響いてですね、早くこういろんな何か伝えれるものがあれば、一人でも多くね、自分が発信していきたいなと思っておりますんで、この2019年、できるだけ動画をね、皆さんに見てもらいたいなと思っておる次第です。大体動画載せる内容って言ってもですね、バラバラでもあったりするんですけども、基本的には、女性のダイエットのメニューとかね、あと男性の筋トレのメニューとか、あとは空手のこととか、あとは相談にね、お答えしたりとか、もちろん恋愛のこととか、何でもいいんですけども、コメントいただいたらそういった動画を作りますし、悩んでることがあればコメントもらったらお答えしますんで、コメントもね、お気軽にしてもらえたらなと思っております。で、動画もですね、割と短めなんですけども、3分4分できるだけ長い動画も載したいんですけども、割と皆さんね、タートルに興味がないのか分かんないですけど、1、2分ぐらいで皆さんね、プチッと切っちゃってるんで、もしね、動画見てて面白くなくっても、例えば音だけでもね、こう聞いてもらって、最後までね、聞いてもらったら、最後の方にもしかしたら心に響くことをタートルが言ってるかもしれませんし、何かね、皆さんの悩みが解決するとか、心に響いて前向きになるとか、人生が明るくなる言葉が響いたとか、もしかしたら動画の最後の方にあるかもしれないので、できれば皆さんね、動画を最後まで楽しくないくってもですね、見てもらえたらタートルは嬉しく思います。ということで、今回簡単な紹介動画でしたけども、皆さんコメントよかったらね、ください。僕も母子家庭ですよとかね、ヤンキーでしたよとかね、何でもいいのでコメントもらえたらお答えしますんで、ぜひぜひこれからも皆さんと仲良くやっていけたらなと思っております。ありがとうございました。タートルでした。